やあ、みんな。朝ごはん食べて、少し休憩したから、次の作業をしていくみたいだよ。おじさんは先に行ってるみたいで、耕した畑の隣の畑に来て、って言ってたよ。こっちかな？あ、いたいた。あ、エンジンつけっぱなしだ。よし。おじさんを待たせ。起きたか。じゃあ次の作業をするぞ。次は、ハッシュをやってくぞ。種まきのことじゃな。じゃあ、トラクターに乗って、ハッシュ機を取り付けてくれるか？はい。これがハッシュ機か。なんてメーカーなの？グレートプレインズってメーカーの 3P16NT って型番じゃよ。へえ、そうなんだ。じゃあ取り付けるよ。それじゃあ、ハッシュ機について説明しようかのう。ここに注目してくれるか？上からガソリン、種の残量、肥料の残量となっておる。下二つがハッシュ機のゲージってことじゃな。そして、このハッシュ機で撒ける作物の種類は、ここで確認できるぞ。このマークが小麦、大麦、キャノーラ、大豆、ハツカ大根、牧草、の6種類だ。どれを植える？小麦から順番に行こうかなぁ。と言うと思っておったわい。すでに気づいてると思うが、家のすぐ前の畑で育ってる作物があるじゃろ。あれが小麦じゃ。そうなんだ。じゃあ大麦にしようかな。よかろう。じゃあ植えていこうかのう。ハッシュ機は、下ろして、スイッチを入れた状態で、トラクターで引っ張れば、どんどん巻いていってくれるぞ。早すぎると機械が追いつけずに、巻き残しができてしまうから、10から15キロあたりで走るがいいぞ。はい。わかったー。それじゃあ、下ろして、スイッチ入れて、スタート。そうそう、そんな感じで、この畑すべて巻いていこう。はーい。また広いんだよな。てか、これ植えられてるのかな？種まいた場所と、そうでない場所の違いがあんまないね。
少し荒れてるのが、綺麗な線状になってる感じだね。よし、それじゃあ残り、頑張るぞー。やあ、ジャンボの中の人タイムだよ。今回も再生、コメント、マイリストありがとうね。ここで、宣伝してくれた方を紹介しようと思うよ。工場長さん、帯に短し助けに流しさん、ひなこさん、ありがとうございます。あと、みんなの再生のおかげで、初めて、ゲームカテゴリ24時間総合ランキングに乗ったよ。本当に嬉しいよ。ありがとうございます。それじゃあコメント返ししていこうかな。まずは、パートレイにタグつけてくれた方。動画作成時には消えてたんだけど、FS17、そして後継者へ、だったかな？サブタイトルっぽくて、すごく気に入ったよ。じゃあ次、ウポツー。おつー？ありがとうございます。最近、ドバドバーっと、ユーザーお気に入り登録者数増えてて、びっくりしてるよ。ランキング入りもあって、すごく投稿モチベが高鳴ってるよ。新規さんもよろしくね。次、字幕の有無についてコメントしてくれてありがとう。次、公式がシムズみたいにモッド管理してくれればいいのになぁ。かなり多いからねぇ。シムズもファーミングシミュレーター並みに多いのかな？まあでも一応一部は管理してくれてるんだけど、いろいろ規制があるんだよね。
ちなみに、タイトル画面から簡単にダウンロード可能です。あと、PS4、Xbox360 でも、モッドが入れれるようになったよ。ってところで、コメント返しのコーナーを終わるよ。毎日コメントを見るのが日課で、楽しみにしてるのでこれからもよろしくです。それじゃあトラクターに戻るよ。あれれ？はしきが止まった？スイッチが入らないぞ。おじさーん、橋壊れたー。おう、そろそろじゃと思っておったわ。橋機のための残量がないんじゃないか。あ、ほんとだ。こっちに来てみここにあるのは、左から、液体肥料。だね。固形肥料じゃ。じゃあ、トラクターを近くまで持ってきて、補充しようか。一応予備は置いてるが、なくなったらショップで買うんじゃぞ。そして、パレット型になっておるから、運搬にはテレハンドルなどが必要じゃぞ。早めに買うか、貸し出してもらうといいぞ。まあ貸し出しも有料じゃがな。はーい。よし、満タンになったね。続きをやるぞー。どこからかな？見えにくいわ。
ふう、終わったー。もう昼か、お腹すいたー。ただいまー。